リオンの反乱は、フランス革命期の1793年、パリの革命政府に対して、王統派と恩賢共和派が起こしたリオンでの反革命反乱である。ジロンド派と関係する連邦主義の反乱の一つとされる。革命政府はこれを徹底的に弾圧し、リオンの大虐殺を引き起こした。反乱鎮圧後、リオンの都市名は解明され、ビル・アフランシの名で呼ばれた。 当時リヨンはフランスでも工業都市として栄えており、新たに成り上がったブルジョワジーと労働者たちとの対立はパリよりも深刻なものであった。そんな中、パリから火がついたフランス革命の勃発により、急進的な革命の継続を求めるサンキュロットたちと反革命派、あるいは恩恵な改革を望む者たちとの対立はより深刻なものとなってしまう。サンキロットたちは 狂信的なジャコバン主義者、ジョゼフ・シャリエの先導のもとにシャリエ派と呼ばれるグループを形成していた。シャリエは元僧侶であったが革命を歓迎し、バスティーユ牢獄の石垣を抱え、6日6番徒歩でパリからリヨンへと持ち帰り、これを生態として崇めるほどの狂信的な革命家だった。また、マラーを神のごとく崇拝するなど、その政治的求心性とカリスマ性は、 反革命派にとって脅威であった。しかし、シャリエは革命政府に反対する町の王党派たちによって投獄されてしまう。さらに、王党派は手紙を偽造して、シャリエの罪をでっち上げ、他のシャリエ派やパリエの見せしめとして、彼に死刑を宣告したのである。国民公会は慌てて、シャリエを救おうとしたが、すでに遅かった。さらにリオンに対して何度も警告。 韓国を行ったが、リオンはますます、パリの求心主義者たちへの対決色を色濃くした。国民公会が脅しとして、ギロチンを送りつけると、リオンでは逆にそのギロチンを使って、シャリエを処刑することを決定し、7月17日に執行された。しかし、ギロチンの扱い方になれない、リオンの処刑人リペールは、ギロチンの葉をサンド落としても、 シャリエの首を切断することができず、最後は斧を使ってようやく首を落とした。この光景には、シャリエ派のみならず、反革命派の民衆もショックを受けた。リオンへの包囲、砲撃反乱を鎮圧し、町の主導権をシャリエ派のもとへと返すべく、約3万の共和国軍がリオンへと派遣され、8月8日から同志を包囲した。リオンは町の周囲を城壁に守られた。 城塞都市であったが、共和国軍は大砲を用いて、直接市内に砲弾を打ち込み、都市を破壊した。やがて市内でシャリエ派が、臨地にあっているという情報が流れると、これを救出すべく、共和国軍は、リオンに対して徹底的に砲撃を加え、街を沈黙させた。この時、フランスでは、徴兵制度が始まっており、共和国軍が容易に人員を補充できたことも、 包囲されたリヨンにとっては不利に働いた。やがて10月9日、リヨンは革命政府に対して停戦と会場を申し出る。なお、この包囲戦には後に大陸軍元帥となるルイ・ガブリエル・スイも参加していた。彼はこのリヨン出身であり、彼にとってこの作戦は自らの故郷に対する攻撃であった。彼は 砲撃の前に何度もリオン氏との交渉の持続を求めたという。また、リオン包囲戦に参加した共和国軍は、その後同じく応答派の反乱が起こっていた港湾都市トゥーロンへの援軍として派遣され、同行の奪還作戦に参加した。鎮圧されたリオン氏に対し、国民公会は徹底的に報復することを決定。10月12日、公会議長、ルイ・ジョゼフ・シャルリエは、 以下のような宣言を発した。国民公会は、公安委員会の権威により、猶予することなくリヨンの反動革命を武力で懲罰する目的をもって、5名の議員よりなる非常委員会を指名する。リヨンの全住民は、武装を解除し、その武器は共和国防業者に引き渡されるべし。武装の一部は、負荷及び反動革命家の圧迫を被っている愛国者に、 交付するものとする。リオン氏は破壊されるものとする。有産階級の住居はすべて破壊されるべし。貧民の家、殺戮もしくは追放させられた愛国者の住家、工業建築物、並びに、事前、教育の目的に使用されるもののみは、残存に差し支えなし。リオンという名称は、共和国の都市表から抹消される。残った都市は、 コンゴビルアフランシの名で呼ばれるものとする。リオンの廃墟には、記念碑を建て、応答の都市の罪と罰を天下構成に知らせる、目的をもって、リオンは自由と戦いを交えたり、リオンはもはやあらずという悲鳴を刻むものとする。クートン議会ではこれに反対するものもなく、ジャコバン派の指導者、マクシミリアンド・ベスピエールの側近、ジョルジュ・ュクートンが、国民公会代表として、 リオンへと派遣された。リオンでは、この宣言を聞いた市民たちが、革命政府の報復を恐れ、戦慄した。反乱終結後、クートンは、リオンに対する報復として、建物の屋根から瓦を剥がしたり、壁を土で叩いて形ばかりの傷をつけたり、反乱指導者を数名処刑するだけなど、比較的寛容な処置しか行わなかった。彼は、フランス第二の都市であるリオンを、 徹底的に破壊することは現実離れしていると考えたからである。恐ろしい宣言の後で思いもかけぬ穏便な処置に町の人々は安堵したが、これを不服とした議員たちはクートンの悲鳴を求めた。コローデルボアの命令による住民の大量銃殺刑、やがてクートンに代わってジョゼフ・フーシェ、コローデルボアらの派遣が決定された。コローデルボアは11月7日、 フーシェは11月10日にそれぞれリオンに到着している。コローデルボアについては、彼がリオンで俳優をしていた際、舞台で矢じり倒されたことがあったため、リオン市民に対する処罰には持ってこいとされたという説がある。彼らは、クートンの処置を生ぬるいものとして、リオンへの徹底的な報復を開始する。まず、処刑されたシャリエの遺体を担ぎ出し、 彼を称えるパフォーマンスを行った。翌日には革命裁判所が設置され、12月4日から本格的な処刑が開始された。ギロチンによる処刑では、あまりにまだる行為として、大砲による処刑や、自分で墓穴を掘らせた上での銃殺などが行われた。風車に至っては、都市人口の10%を処刑する、というノルマを己に課していたとも言われる。 リオンの三段乱殺者、ジョゼフ・フーシェこれにより、リオンの反乱に関わった人々は処刑され、プロ等平原には死体が溢れ返った。さらに、国民公会の宣言に則り、リオンの街も徹底的に破壊される。それでも処刑が続いたため死体は、ローヌ川、ソウヌ川に沈められたが、一部はイカダに乗せられて、カルうえと流された。これは、同じく応答派の反乱が起こった。 トゥーロンまで死体が流れつけば、ハントへの脅しとなるというフーシェの指図によるものだった。トゥーロン奪還の報が届くと、その日の祝いとして、さらに200名ものハントの処刑を行った。3ヶ月にわたる虐殺で2000人近くの人々が処刑されたと言われる。なお、フーシェは、この一件の後で、ディオンの三段乱殺者と呼ばれるようになっている。 リオンの街は徹底的に破壊され、反乱関係者も処刑されたことで、リオンでの反革命分子はほとんど消滅した。国民公会の宣言通り、リオンの名は解明され、以降同士はビル・ア・フランスと称されるようになった。また、この大虐殺を指導した派遣議員のフーシェ、コローデル・ボアはパリから出頭を命じられた。虐殺が過激すぎるものとして、 ロベスピエールの怒りを買ったためである。派遣議員の中には、トゥーロンへ派遣されたバラスやフレロン、ボルドーへ派遣されたタリアンなど、彼らと同様に過酷な報復がとがめられる者が多かった。これを理由に処刑されることを恐れた派遣議員たちは、フーシェの死亡する反ロベスピエールの陰謀に加担した。やがてこの動きが、テルミドールのクーデターへと繋がるのである。 クーデター後の1794年10月7日、都市名はリオンに戻された。ありがとうございます。